恋と嘘は、ムサオによる日本の漫画作品。略称は、恋嘘。2014年8月より、漫画ボックスにて連載中。2017年7月から9月まで、テレビアニメが放送され、2017年10月には、実写映画が公開された。2020年3月時点で、累計発行部数は250万部を突破している。超。 少子化対策基本法により、満16歳以上の少年少女は自由恋愛が禁止となり、国が国民の遺伝子情報に基づいて決めた裁量の伴侶と恋愛をして結婚しなければならない、子作りから家庭を作ることを義務付けられた部分的な管理社会政府から子育てからセックスについての指導が入るほどとなっている。通知を特筆するような理由もなしに拒否すると、 社会不適合者と裏付けされ、その後の行動に裏で政府干渉が入るとなった未来世界。思考から幾年かたち、ゆかり法によって生まれた子供がいわゆるゆかり世代となった時代、政府によって遺伝子レベルで裁量と選別され、結婚が決められた少女と自身が本当に好きで忘れられない初恋の少女、その間で心が揺れ動く少年の恋愛物語。 主人公のね、島ゆかりは、16歳の誕生日を迎えた日に、決定された、将来の結婚相手が伝えられる、政府通知を受け取る。未来の妻となる、真田リリナとの結婚を前提とした交際が、スタートした。しかし、ゆかりは、誕生日の前日に、小学生の頃から好きだったことを告白し、共に両思いであることが分かり、キスを交わした相手である。 高崎美咲が存在することをリーナに正直に話す。担当声優は特別記載がない限りはテレビアニメ版でのキャスト。2017年2月にテレビアニメ化が発表され、同年7月より9月まで東京 MX、サンテレビ、KBS 京都他にて放送された。ナレーションは北村エ林が務める。2017年10月18日に 森川葵の主演で公開。漫画ボックス作品の初映画化作品となり、女二人男一人の三角関係を描いた原作とは逆の男二人女一人の三角関係を描くという設定のアナザーストーリーとなっている。主人公のひと坂葵は原作に登場するひと坂さか一の娘でありひと坂さ介の命にあたる。興行収入は7500万円。 ありがとうございます。